吸鬼という題材でアクションを作ろうと思った時に、やはり吸血鬼だったらガーッて血を吸うみたいな、そういうファクターを入れようっていうお話だったんですけども、まあ、まずアイデアとしてはそのただ敵からかぶって吸うだけじゃ面白くないっていう話で、まあ、服が変形して大きな犬になったり爪になったりっていうところから敵に刺して、そこから血を吸うっていう。今、公開させていただいているブラッドベールは3種類、タイプオーガー、タイプハウンズ、あとはタイプスティンガー、それぞれ異なる吸血の方法を持っています。タイプオーガーは、右腕がトランスフォームしてエネミーにザッ刺すっていう攻撃をします。スティンガーはロングコートの、後ろの方がトランスフォームしてこうサソリの尻尾のようになってこうエネミー。ハウンズは、ジャケットの、袖部分がこう分解 して、ベルトが狼のようにこう固まって、で大きい狼となって敵をこう掴んで、血を吸う。ただ吸血自体がその非常にそもそも当てることが難しい攻撃なので、いわゆる1対1の状況を丁寧に作り上げていって初めて吸血ができると。複数に囲まれる状況だと吸血攻撃はほぼほぼ当てられないので、まあ、そういう意味では、一歩一歩慎重に、探索をしていく中で、まあ、自分のリソースをコントロールしていくというのが基本的な遊びになります。一緒にしようと思いました。で、効果としてはその血を吸ったら、まあ、普通にというかストレートに考えると、体力が回復するとかっていうことかなって思っていたんですけど、その探索アクションをしていく中で、まあ、その他にギフトって呼ばれるいろんな、なんていうか魔法めいた力を使うところ、ここをもっと楽しく遊べるようにしようっていうところとつなげて、血を吸うとそのギフトを使うためのリソースがどんどん溜まっていくと。だから吸血鬼だからどんどん血を吸ってどんどんギフトを使って戦っていくっていう構造にしようと思いました。なので、まあ、血を吸うと超常的な力がたくさん使うことができるっていう形で、一つのデザインとして収めています。そうですね、ギフト2段階あるんですけれども、1段階目が、アイテムを入手して、ギフトを解放して、そのブラッドコードを装備している時に使えるようにするというのが1段階目です。例えばですが、あまり効果は高くないんだけれども長時間攻撃力が上げられるとか、あまり効果はないんだけど長時間、防御力が上げられるといったような、まあ常にかけておきたいものから、もう次の一撃だけ攻撃力をドンと上げますとか、こんな新しい効果がありますといったような、この強敵のこのタイミングで使わないとっていうものだったりっていうところで、自分でもし連結をどんどん使っていきたいのであれば、もうどん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 血を吸って、もう血を吸う吸血行動ですね、吸血アクションを重点的に使って進んでいくっていうスタイルももちろんできますし、まあ、先に進むことを重視するということであれば、もう武器攻撃でどんどん倒して進んでいくっていうところも取ったりできますので、まあ、どちらかというとお客さんの、プレイヤーのプレイスタイルに合わせて、選択していけるようなプレイスタイルになっているかなと思います。俺が引き受ける。再生してくれ。